こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロの秋の新作アウターがめちゃくちゃ良かったので、皆さんにですね実際に買ってきたのでレビューをしてみたいなと思っています。先日の動画の中でもちょっと触れていたんですが、今季は結構ユニクロアウターがめちゃくちゃ良くて、その中でも気になっていたのがこれから紹介するデニムジャケットというアイテムですね。はい、もう早速ですねお見せしたいなと思うんですが、こちらですね、まあ、後ほど実際に着てみたいなと思うんで、まずは概要からお伝えしたいなと思うんですが、こちらを購入しました。まだ昨日買ったばかりのものなんですが、これね、侮るなかれ、めちゃくちゃいいアイテムでした。価格は4990円ということで、5000円を切る価格帯で、まあ、いわゆるデニムジャケットというよりは、僕ら世代はGジャンって呼んだ方が分かりやすいかなと思うんですが、こういったものが手に入るというのは非常にありがたいですし、で、価格が安いからといってチープかというと、全くそんなことはなくて、すごい仕上がりが良かったんですね。まあ、今季は結構このような、いわゆる G ジャンがいろんなブランドから出ていまして、僕も一着欲しいなということで、早くもいろんなものを試着してるんですね。数あるブランドから出ていますし、まあ、注目度も高いアイテムなんですね。まあ、ロング丈の冬用のコートみたいなものが結構オーバーサイズでトレンドだった頃がですね、まあ、数年前から続いていたんですが、まあ、最近はちょっとショート丈のアウターだとか、まあ、ハーフ丈ぐらいのものが増えてきてまして、その流れの中でこういった、まあ、本当にこう定番的な G ジャン、デニムジャケットというものが再注目をされていて、今年は一着は持っておきたいなと僕の中では思っていたんですが、ただですね、選択肢が多すぎるのと、本格的になればなるほど価格帯もすごく上がってきて、3万円以上のものも結構少なくないんですね。そうなるとやっぱり気軽に手が出しづらいというところも正直あると思うんですね。特にこのようなトレンド的なアイテムっていうのは、なんかこうまずは気軽に試してみて、よかったらちょっといいものを買うっていうのが僕は個人的にはいいと思うんですね。というのも、買ってみたはいいけど自分のライフスタイルに合わなかったとか、自分のこうスタイルにはまらなかったっていうこともあったりするので、まずはですねユニクロぐらいの価格で試せるのが最高なんですが、まさにこれめちゃくちゃ初級編というよりはある程度中級者以上の方でも納得できるような仕上がりなので、皆さんにご紹介したいなと思っています。で、こちらのデニムジャケット3色の展開になってまして、色がですね、僕が購入したのはこれ68番のブルーというものですね。まあ、いわゆるですねデニムの中でも色落ちしていないような、かなりですね上品な仕上がりになっていますね。このブルーがありまして、他にはですね色落ちのした65番のブルーというやつですね。いわゆるこう古着っぽいデニムジャケットというとですね、この65番のブルーを連想される方多いと思うんですね。これもめちゃくちゃ良かったですよね。まあ、正直どの色も良くて、このあたりは割れると思いますね、人によって。そして08番のダークグレーっていうのが、この色も僕大好きで、特にこういわゆるジーパンですね、ジーンズを履くときにはこのようなグレー系の色落ちのものが大好きで、僕はよく履いたりするんですが、まあ、ちょっとですねカジュアル感のあるものというよりはモード感があってシャープに見えるというのが、こういったグレー系のデニムのいいところなんですが、どれもいいんですが、僕はその中でも、まあ、この動画の中でもご紹介したいっていうのもありまして、大人の男性がクリーンにきれいめに着れるというところでは、このですねブルーがなかなかいいんじゃないのかなということで、今回は購入をしました。まあ、デザイン名はですね結構ベーシックなリーバイスのですねファーストモデルに近いのかなと思っています。まあ、G ジャンというとこの胸のポケットが左右対称にですね入っていることが多いんですが、こちらは左胸にですね一つだけポケットがついているというところが一つの特徴かなと思います。そして前にですねプリーツが入ってるんですね。このボタンの横にプリーツが入っているというところもファーストらしいですねディティールかなと思います。まあ、後ろも見てみますと、こちらもプリーツが背中に入っているんですが、まあ、本当のファーストだったらここにベルトがついてるんですけども、そういった部分は省略されているというところは特徴で、まあ、ファーストのデザインをベースにしながらもある程度簡易的にデニムジャケットを作っていて、今のトレンド感というところをうまく混ぜ込んでいるんですね。サイズ感も少しゆったりめになっていますし、まあ、肩の位置もねちょっとこう広めにとってあります。あとはですね結構これいいなと思うところなんですが、ここ
腰ポケットがついてるんですね。これが個人的にはめちゃくちゃいいと思います。まあ、Gジャンって腰ポケットがついてないものもあったりするんですが、ここあった方がアウター的にはやっぱり使い勝手がいいですし、手が収まるところがある安心感ってやっぱりあると思うんですね。まあ、その点も含めて非常に完成度が高いので、今回はこちらを着ながら、まあ、特にですね、Gジャンって、まあ、物としてはかっこよくてもどうコーディネートすればいいか分かんないっていう方も少なくないかなと思うので、そのあたりも含めてしっかりと解説をしたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルではこのような形で大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。ちょっと一周回っていますね。はい、正面だけではなくて横姿、あとは後ろ姿もぜひ見ていただきたいなと思います。なかなかいいんじゃないかなと思ってまして、個人的にはかなり満足度が高い一着に仕上がっているかなと思います。ちなみにサイズなんですが、僕は身長164センチ、53キロとかなり小柄なんですね。ですのでジャストサイズになると S になるんですが、今回はあえてワンサイズ上を選びまして M サイズを購入しました。まあ、最初からですね、少しゆったりめのシルエットではあるんですが、まあ、ユニクロのデザインっていうのはトレンド感が少し加わってはいるものの、そこまで極端ではないので、少しトレンド感を強めに出したい場合はワンサイズアップした方がバランスがいいかなと思います。もちろん普段のサイズを選んだところで少しゆったりめは実現できますが、まあ、もうちょっと思い切ってもいいかなと思います。これでも決して大きすぎる印象はないかなと思うので、そのあたりは好みに応じてサイズ選びをしていただきたいなと思います。まあ、なかなかバランスのいい仕上がりになっていまして、デザイン自体はすごくベーシックですよね。木をてらったところはなくて、ユニクロらしいですね、すっきりとしたデザインになっているんですが、ファーストを一つのベースにしているということがあって、この片方だけのポケットというところが個人的にはすごく気に入ってるんですね。まあ、一般的な G ジャンって左右対称にポケットが入っていることが多いんですが、このファーストモデルのディティールである左胸のポケットというところが個人的にはちょっと通好みで、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。あとはですね、このボタンもですね、ちょっとこうダークグレーというかメタル調になってるんですが、これもなんか質感がいいんですよね。ちょっとこうマットな感じで安っぽい感じが全くしないので、ボタンまで完成度が高いなと思います。前にプリーツが入っていて、このようなディティールもですね、シンプルながらにすごく効いてますし、後ろ姿も含めて美しい仕上がりなので満足度は非常に高いです。で、色合いに関してなんですが、結構迷いました。まあ、今回はですね、色落ちしてないようなリジットに近いブルーをですね、選択したわけなんですが、色落ち感のあるものもすごく綺麗だったので、あちらを選んでちょっとこうヴィンテージ感を出しながら着るのもいいかなと思いますし、結構ダークグレーも良かったので、このあたりは皆さん実物を見ながらしっくりときたものをですね、選んでいただきたいなと思います。ただ個人的にはこのブルーですね、大人っぽい雰囲気でデニムジャケットが持つカジュアルさを和らげてくれるので、かなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、どのようにコーディネートをするのかなんですが、個人的にはですね、まあ、デニムジャケット自体がかなりカジュアルなので、ボトムスはこういったブラックのパンツで引き締めるというのがやっぱり使い勝手がいいかなと思います。僕が今履いてるのはもう定番になっていますが、タックテーパードパンツですね、これを合わせてみました。デニムジャケットが少しカジュアルなので、ボトムスもですね、綺麗なブラックのスラックス調なんですけども、ちょっとゆとりのあるもので雰囲気を合わせた感じですね。まあ、こちらに関してはボトムスのラインをもうちょっと細くするのもいいと思うので、グローバルワークのアーバンスラックスだとか、ユニクロでいうとスマートアンクルパンツでもう少しコンパクトめにまとめてあげてもいいかなと思います。で、足元は何が合うのかなと考えたんですが、今回はですね、白のジャーマントレーナーですね、これグリーンレーベルのオリジナルのものなんですが、これを合わせてみました。まあ、Gジャン自体が結構カジュアルなので、足元はですね、白レザースニーカーで明るさを出したりだとか、少しスニーカーの中でも小綺麗な雰囲気が漂うものを合わせた方がバランスがいいんじゃないのかなと思って、今回はこちらを合わせてみました。で、まあ、白レザースニーカーの中でも本当にベーシックなコンバースのオールスタークップがありますが、それよりはやや癖のあるジャーマントレーナーぐらいの方が、このちょっとこうワークテイストの雰囲気には相性がいいんじゃないのかなと思っています。
そして内側に合わせるものなんですが、これ結構いろんな選択肢があるかなと思ってるんですが、僕が一番最初に合わせたのはストライプのバンドカラーシャツなんですね。これは自分のところで作ってるものなんですけども、ジージャンの丈の短さ、そしてシャツのある程度丈の長い雰囲気ですね、このギャップを楽しむというのが個人的には好きなコーディネートなので、まずはこちらから組んでみました。ジージャンが持つですねカジュアルさを、シャツが持つ適度な小切れさでバランスを取るという意味では、意外とですねこういった着こなしって多くの男性にはまりやすいかなと思うんですね。もちろん白の無地でもいいかなと思うんですが、ストライプ柄にすることで縦長感も強調できるので、結構この着こなしが個人的にはよくやりそうかなと思うので、まず最初に持ってきました。これだけではなくて他にもいろんな着こなしができるので、ちょっと着替えながらバリエーションもお見せしてみたいと思います。はい、ということで着替えてみました。どうでしょうか。先ほどのコーディネートとかなり印象が変わったかなと思います。まあ、先ほどの内側にストライプシャツを用いたコーディネートはですね、割とカジュアルに見えるんですが、今回は結構大人っぽくきれいめの着こなしになってるかなと思います。このデニムジャケットの内側に着てるのはこれニットポロなんですね。まあ、半袖のものを中に合わせているんですが、このように襟付きのポロを使うことで結構小綺麗にまとめることができるかなと思います。インディゴブルーとブラックってかなり相性がいいので、ぜひ皆さんも合わせていただきたいんですが、まあ、ニットポロをお持ちではない方は普通にブラックの T シャツなんかでも相性がいいので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。まあ、上半身を結構濃い色で合わせて、ボトムスに関してはいつもブラックのスラックスを履くことが多いんですが、今回はダークグレーのですねタックテーパードパンツ、これまたユニクロですねで合わせてみました。まあ、ブラックのパンツに比べるとダークグレーということで、内側に着たポロシャツとこのボトムスのグレーでモノトーンコーデをですね組んでるわけですね。まあ、割と色合いとしてはですねシックになるんですが、このインディゴブルーが加わることで適度にきれいめとカジュアルのバランスが取れるのかなと思っています。ボトムスのシルエットなんですが、今ちょっとゆとりのあるものなんですけども、定番のスマートアンクルパンツなんかで合わせても全く問題がないので、そのあたりはお手持ちのものでトライをしていただきたいなと思っています。で、靴なんですが、今回はちょっときれいめな着こなしを意識したので、あえてローファーを合わせてみました。このようなちょっと革靴っぽいものっていうのは意外とデニム系のアイテムと合うんですね。例えばジーンズとローファーも合いますし、今回着てるようなデニムジャケットとローファーっていうのも結構相性が良かったりするんですね。ですのでカジュアルな着こなしの中にあえてですねローファーで引き締めるという着こなしも大人には合いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんトライをしていただきたいなと思っています。ただローファーをお持ちじゃない方もいらっしゃると思うんですね。そういう場合は先ほどまで履いていたこちらの白のジャーマントレーナーでも全く問題はありません。ちょっと履き替えてみますが、こちらの方がやはりこう足元がですね明るい印象になるのと、カジュアル感もですね漂うので、また全然印象が変わるかなと思うんですね。どうでしょうか。ちょっとこちらの方がラフな感じがしますよね。このあたりはお好みでいいかなと思います。僕は今回のスタイル結構きれいめに、どこかイタリアっぽいスタイルでもあるかなと思うのでローファーを合わせたんですが、まあもう少しカジュアル感があった方が好きだなとか、歩きやすいものが好きだなという方はですね、このような白のジャーマントレーナーも相性がいいかなと思うので、こういったスタイルお試しいただければなと思います。同じデニムジャケットでも合わせ方次第で全然雰囲気が変わってくるのが分かっていただけたかなと思います。まあ、やはりですね一つのアイテムで複数のコーディネートが組めた方が着こなしの幅が広がるかなと思うので、ぜひ皆さんも参考にしながらデニムジャケットお楽しみいただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではユニクロの新作になりますデニムジャケット、いわゆる G ジャンですね、こちらを皆さんに徹底的にレビューをさせていただきました。非常に良かったです。今期のユニクロは結構アウターがですね豊作だなと思っていまして、その中でもですねこのデニムジャケットというのは結構期待値が高かったんですが、その予想を超えてくるような仕上がりで、これはですね多くの男性にとってはマストバイになるんじゃないのかなと思います。まあ、本来は G ジャンというとカジュアルでなかなかコーディネートがしづらい印象もありますが、先ほど実例をお見せした通りシャツを着てみたいだとか、ブラックのボトムスで引き締めてみたいだとか、そのあたりさえ注意をすれば結構大人世代にもしっかりと着こなせるようなアイテムかなと思うので、ぜひですね皆さん5000円で G ジャンが買えるというのはかなりの驚きだと思いますので、こちらを使いながらコーディネートの幅を広げてですね秋冬の着こなしどんどんですね楽しんでいただければなと思っています。もちろんですね秋も使えますし春にも使えます。それだけではなくて冬もですねこのショート丈のアウターの上にコートを着るっていう着こなしもあったりするんですね。
ロング丈のコートとショート丈のデニムジャケットの組み合わせも結構かっこよかったりするので、かなり使える時期は長いかなと思うので、ぜひ皆さんこのデニムジャケット存分に楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性向けてメンズファッションの基本をですね、解説したいなと思っているんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています。2週間に1度のペースでライブ配信もやってますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。またなかなか動画をゆっくり見る時間がないという方のためにですね、オンラインサロンを開催しています。そちらでは文章と写真ベースでなるべくですね、短時間で学べるようなコンテンツをですね、どんどん出していますので、そちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。